はい、それではですね、ちょっと大きめな土を使って、リンゴの形をした、焼き物ですね。これ作ってみたいと思います。アップルですね。アップル。私、教室主催してます磯田幸運です。よろしくお願いします。ちなみにこの、叩いてるポンポンポンと出てる演者も私本人ですね。まず土殺し。これ水たっぷりつけて、ぐーっと上に上げますね。ぐーっと上げて、下げて、これ繰り返しやつですね。上げ下げ。上げて、下げて。これ何回かやれば大丈夫ですね。まあ、今回やる置物系のやつっていうのはあんまりこう繊細な技術っていうよりは、まあ、ざっくりとした荒々しさでやるんで、あんまりなんだろうな、まあ、ブレとか気にしないで作っちゃった方がいいですかね。これ親指もね、ガーッと深く入れますね。で、ここで掘っていく感じで、下にぐーっと掘ってって、で、上に最初ね、左手で引っ張ろうとしたら、あーっとほら、外されちゃって、あ、これまじいなって言って両手で上げてるんですね。まあ、通常なら、ちっちゃいんだとあそこでね、左手一本で上がるんだけど、ガーッとね、勢いで負けちゃいましたね。さあ、こっから両手で引いて、うまいことぐーっとね、整えます。これもここまでは完備してるような感じですね。このぐらいまでやればね、まあ、多少の無理は気にしない方がいいですね。ちなみにね、これYouTube で海外の陶芸家の方がリンゴのやっぱり大きいの作ってて、でそれをね、ちょっと拝見したので、まあ、真似して作ってみようということですね。ちなみにこれ初見で作ってみます。1回目ですね。技術的にはそんな難しくないんでいけるだろうと思ってやってるんですけど、まあ上閉じてね、今みたいに穴を入れる牡蠣ですね、牡蠣を作る要領で上閉じちゃえばそんな難しくはないですよね。はい、これでもう上閉じちゃいましたね。まあここまで来ちゃえばもうあとなんか真空になってるんで、上から押さえようと何しようと、まあ、自由自在に形が作れますね。一番難しいのはやっぱり上が閉じれるかどうかですからね。まあ、コストとしてはちょっと固めな土を使って上までぐーっと引いて、まあ、上の口はちょっと細めにしといてね、最初からね、絞りやすくしといた方が楽ですね。で、これちなみにほら、初見で作ってるんで、上のヘタの部分がめちゃめちゃ長くなってしまったっていうね。あんな長いリンゴないですよね。あーね、もうちょっとね、ほらもうちょっと上で閉じてやればよかったんだけど。あーって作りながらね、あ、ちょっとこれ長すぎだなって切っていくんですけどね。で、一回見ただけで引いてるんで、このヘタの太さがどのくらいだったかなとか、ヘタの長さどうだったなと思いながらやってるんですけど、まあこれもまた長すぎて切っちゃいましたね。で、細くすると長くなるしね。これはいいところで。ヘタがなくなっちゃうね。ぐーっと整えて、まあ、これなんかももう慣れちゃえば多分 3,4 回引けばもう一発で長さは出ますよね。さあ、これでちょっと横のくぼみを軽く型作って、で、あとは周り整える感じですかね。まあちょっと回転ブレてるけど、まあ回転止めればね、全く問題ないブレですよね。
で、どうかな。こんな感じですかね。これでもう一応完成かな。はい。OK ですね。はい、お疲れ様でーす。陶芸屋幸運チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。教室では陶芸体験もやっています。詳しくは概要欄をご覧ください。そして、陶芸教室の開業運営のコンサルティングをいたします。開業にあたっての知っておいた方が良い知識や、長年の経験と実績から得たノウハウの一切をお教えいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。